はい、皆様、はい、おはようございます大阪市立大学の寮です本日ですねダイヤモンドと石種材料の直接効による高効率で売りする実験というタイトルですね研究内容であの紹介をさせていただきます最近ですね情報化ネットワーク社会においてはですね半導体送信の混合高はい 高周生化、高性能化に伴いです、ね、素子たちに内部に大量の熱が発生します。その熱がです、ね、蓄積されて温度の、温度の上昇を引き起こします。そして、ね、素子の温度上昇をよね、素子の寿命と出力を低減、および高渉率の増加が深刻な問題となります。そこで,です、ねはい、素子温度の抑制をいかに抑制することが最重要課題で、 はい、素子の温度上昇でですね、基板の熱伝導率に依存し、熱、はいはい、伝導率が高い基板ほどで,です、ね、ホール特性は、はい、あの向上します。うん、これ従来です、ね、あの半導体素子の,あのホールレスモジュール構造はこちらに示されています。この構造ですね,ですね、えー、半導体素子内部で発生した熱で,ですね、えー、半導体基板から 半半ダーセラミックス基板、ハンダ層を経て、ヒドシンクルに到達して、そこで放流されます。しかしながらですね、えー、この構造を使用したハンダ層の材料、金筒、はいえー、銀筒とセラミックス基板の材料ですね、アルミナイトライドと,と、はい、シリコンナイトライドなどの材料のディ率ニリスですね、低いことで、多くの抵抗となります。えー <laughs> そこですね、レの計算を用いて計算した結果ですね、ハンダーの熱抵抗値が非常に大きくてですね、抵抗値は約です、ね、1ワット4.2ケロピンミメートルという答えを選びましたえ <laughs> そ。そこですね、はいあのはいえい、そのモジュール構造をいかに熱ス構成、レ拡散を向上するようですね、はい、新たな材料の導入が必要と考えています。そこですね、はい、理想的なですね、あの <laughs> ヒートスプレーター材料であるダイヤモンド基板ですね、ダイヤモンドと半導体、金属の,接合の直接合よりですね、法、え、律、ー、モチュール、はい、構造がですね、えー、高いデータのリスを持ちることによって、ですね従来構造に加えると、二段計算を文字で計算した結果ですね、はい、10分の 1, 1以下のですね、えー、装置の低考慮の低減が実現できると考えています。えー <laughs> こういう,ような背景には、今まで,ですねの強行実は研究開発されています。こちらの方ですね、ガルムナルチャイドヘメットのブランドはですねシリコンナルチャイド層を精作して、さらにですねダイヤモンド層を精作し,した手法を用いてですねガルムナルチャイドオンダイヤモンド構造の建、あのー、構造を検討されています。<laughs> この構造ではですね、 シリコン・ナイトライトの中間層のレジデンの率が低いことで、海面ですね、大きな熱抵抗となります。通常です、デバイスの発熱による温度上昇の約50%ですね、この中間層に由来すると言われています。さらにですね、シリコン・ナイトライトの上に結晶成長されたダイヤモンドですね、品質は非常に、はい、あの低く、はい 通常のなんか両方のダイヤモンド基盤に比べるとですね、デートが低いというような問題もあります。またね最近ではですね、富士通研究所の中心となって、薄いですね、厚さ数はナノメートル中間層、金属中間層を介して、SIC 基板上からムラヘメットとダイヤモンドですねを接合する技術が開発されています。この構成ではですね、 えー、中間層を蒸した金属の,のあ抵,抗抵抗率は低い,低いため、えー、ガルムラヘムメットですね大きな規制容量を発生します。接、え、合、ー、したガルムラヘムメットです、ね、は厚、い、さはですね薄いほど冷、はい、抵抗の低減できますが、あ規制容量の、はい、影響が大きくなります。ね そこで我々はです、ね、目標する構造に対して競合技術と比べるとどのような優性あるかですね、こちらの方に示されています。たえばですね、従来の化粧成長はカルモナルチアイトライト 1R 化粧成長する構造の場合で低品質ダイヤモンドと中間層による影響で、ホール特性を大きく制限するような問題があります。 そこで,ですね、中間層ですね、薄い中間層、金属中間層を介して接合の場合ですね、金属層の出ていこうと規定容量派生によって、ガルマヘメトルですね、特性に大きく影響します。そこで我々ですね、目標する派技術上ですね、高品質ダイヤモンドと中間層なしによる、ほうの直接行によって作成した構造はですね、ほう特性の大きな向上は期待されています。はい。 そうするとなでです、ね、異種材料になると石油ハンドル接工は必要になりますけどなぜ接工が必要かというと、ね、特にはこちらですねダイヤモンドと半導体は材料の、ね、格子定数と熱膨張係数の差は、えー、<laughs> を示されていますこちらは真ん中シリコンに対しては各材料の熱膨張係数とは格子定数差は大きく異なりますそうなるとですね 通常の基上成長技術によりですね、工場定数の大きい材料の,、はい、あの基上成長は非常に困難なので、特にダイヤモンドの熱湖上係数に対して大きな差があることから、シリコンかン半ダイ基板上のダイヤモンドの地成長は,、はい、は困難であることです。そこで我々ですね、表面風が接合法とは。 えー用してはい、をて接合技術を開発しましまた、えー、あのこの手法を開発したですね東,大、はい、あの東京大学の須賀先生のという、はい、研究グループで開発した手法で我々はこの手法を用いてシリコン、えー、と、はい、ダイヤモンドあと他の半導体とダイヤモンドの接合技術を開発しました。えー この手法の主な特徴はです、ね、超高真空中でアルコンを原子 p ンを照射して表面酸化膜を除去したことによって表面が風化,、えー、化した資料,あの <laughs> 資料表面同士を接触させることで接合を行います。この接合はです、ね、常温で,です、ね、あの一定な荷重をかけて、はい、接触させることで中間層なしでの,、はい、あの接合可能です。 本件数で保有する、はい、あの共鳴表面化装置ですね、写真はこちらに、はいあのはい、示されています。そして、この,、はいあのはい、我々が保有する接合装置ですね、接合時間はです、ね、30分と書いていますけど、実はですね、照射、はい、接合プロセスは、はい、わずか5分以内に終わります。この30分です、ねあの、進行を引く時間に含まれています。 あと、表面凹凸と、はい、あの表面のクリングとですね、のすねあの材料では、はい、断りますけど、そこはですね、今月特殊のノウハウがかかってますので、もしご興味があればですね、後ほど、はい、声かけてください。あと、資料サイズですね、不定形で我々が保有する装置の最大、はい、接合、はい、資料サイズですね、3インチまで接合可能です。 そしてダイヤモンドと移住ータ接合プロセスを、ね、簡単に紹介させていただきます。ダイヤモンド基板を接合する前に表面を共面研磨を行います。共面研磨を行った後です、ね、例えばシリコンとかカルミキストかカルミライシャル、あと金属などの資料を同時にです、ね、化学洗浄を行う表面ですね。 不純、はい、物の除去を,、はい、を行った後ですね、表面活性化,化接合装置なんかセットして、表面化処理を行い、接合を行います。うんはい、こちらはですね、ダイヤモンドと、はい、ダイヤモンド探結晶とシリコンを接合したあの、はい、結果、こちらに示されています。これは接合兆候ですね、えー、ダイヤモンドとシリコンね接合資料表面の光ーナーを検になります。 これ上の小さい方ですね、資料のサイズで約4ミリ角の資料はですね、ダイヤモン,イモンド基板です。ダイヤモンド、探検庁はダイヤモンド基板ですね、透明なので、接合面、接合面の接合状況は簡単にゆで確認できます。そうの後、この資料からですね、ダイヤモンド、資料群はほぼ全面積の接合はできています。接合した資料ですね、先頭をねじり処理するとですね、接合面積の減少とか、資料の剥離は あのような現象を確認されませんでした。ということはですね、ダイヤモンドとシリコン接合資料ですね、線のほど耐熱性の地層を確認できました。こちらはですね、接合証拠のシリコンとダイヤモンドの接合資料、解明の断面点滅像を示しています。ダイヤモンドのシリコンの接合解明にですね、厚み約ですねはいあのはい5、6六七メートルの中間層をはあの観察されました。 この中間層の接合プロセスよりダメージの影響だと考えられます。線と熱処理するとそのようなダメージ層はなくなって厚みですね約3、4七メートルの中間層を確認されました。最近の研究結果よりこの中間層はシリコンカーバイ層であることは明らかれました。このシリコンカーバイ層によってダイヤモンドシリコン接合資料の高温耐熱性に 関係すすると考えられますそれでこちらですね、シリコン、大光系シリコンと接合したダイヤモンドウェイですね、m e s t f t の作成試象を行った結果になります。こちらは作成した直後ですね、資料の表面の高圧顕微鏡像になります。こちらの作成した資料ですね、 あのはいはい、横構造になりますタメ構造造ななりりまますすここを、はい、作成資料のタ、はい、イヤモンドです、ね、メス FVT の,、はい、あの特性はです、ねえー、良好な特性、はいえー、を示しています。えー、それにあ以外にねタイヤモンドとカム、カリム基礎の接合、はいあの,はい、の結果がこちらに示されています。こちらに、ねはい、最初に接合した資料になりますけど、えー、約ですね、えー 7割接合はできてますけど最近の結果よりですねはい、ほぼはい、あの全面接続の、はい、あの接合はて、はい、きてます、えー、接合した資料あの断面のはい、手目像にもですね、やっぱりシルクの大麻も同じようにですね解面のなためにそうは確認されましたです、えー、それに対してですね接合解面ですね7レベルのはい、亀裂や空洞は完成されませんでしたということですね、えー この手法もしてカルムヒ素とダイヤモンドを直接こう入ですね。接合できることを確認しました。えー、そして、はい、接合したカルムヒ素の基板を除去して、えー、表面に厚みの約、はい、20 200ナノの、はいえー、層を形成して、はいえー、<laughs> t n パターンを,、はい、を,作,成を作成しましたです。これを作成したあの t n パターンの表面の光合を顕微鏡よになります。 えー、その、はい、作成した TM パターンですね。電,源に、はい、電流電圧をかけて、発熱させ,させて、えー、発熱したです、ね、表面の、はいあのーはい、温度ですね。サムグラ、はい、フィカメラを用いて、表面温度の、はい、を評価を行いました。えーそ,はい、その,あの参考の資料としてですね、ガラガキスあのサファイア上ですね、カム基礎を、はい、接合して、接合した、はいあのはい 表面に同じパターンを作成しましたです。こちらに対してです、ね、同じパワーをかけるとですね、ダイヤモンド状のカルムキスの発電温度をですね、カルミキスサファイア状に比べると低く温度を示しています。それでですね、同じパワーに対してですね、最大です、ね、75%の上昇の抑制を実現できています。ということはダイヤモンドを接合、ヒートスペード基盤としてですね、 非常にはい良い結果を得られました。こちらですね、ダイヤモンドカルムライチョコ接合の接合した結果を示されています。あのはい使用したらあのカルムライチョコ基板ですね、シリコンはい基板上に形状成長されたカルムライチュルエピック基板になります。その上の方ですね、大きい方ははいダイヤモンド基板で、下の小さい方ですね、カルムライチョコシリコン基板になります。 えー、こちらを接合したは資料の表面の光学額研究機関からですねダイヤモンドとカルミライトライトの接合はほぼ、はい、全面接,続の接合は実現できました、えー、こちらの接合したですねダイヤモンドとカルミライトライトの接合解明のたまタイム層になりますけど、えー、このタイム層からですね先ほどです、ね、カルミメストとシリコンの接合解明と違う、えー、ことは,は一目のようで になので、水で海面にためリそうの形成は確認はできませんでしたです。これはですね、界面の,、はい、あの制御技術を用いて、はい、行った結果になります。ということで,です、ね、ダイヤモンドとカルミラワチャイルですね、ためスそう形成なしです、ね、常温接効も、はい、実現でき,できましたです。この同じようにですね、ダイヤモンドとカルミノアルチャイチャイルの熱膨張係数は非常に断ってますので、 ええ、化、地上化するはですね、高温耐熱、高温耐熱が必要です。そこでですね、我々は接合した資料ですね。4え、度アフド、七、七の地図雰囲気上にですね。約5分間の熱処理行な、は行いました。行う資料ですね、端ムテムズをこちらに示されています。というような、接合関連ですね、特に熱ポジオケースよりですね。基盤剥離とか、空洞は観察されませんでした。というとですね。 カルモナイトライドとダイヤモンドの接合資料をです、ね、高い安定性を有することが実証されました。えー、<laughs> こちらですね、ダイヤモンドとあの,の、はい、直接効果の結果をこちらに示されています。同じようにですね、ダイヤモンドとカーと接合資料、光学ケミックはこちらに示されます。接合した解明の断面天目像はこちらに示,され,、えーはい、らに示されています。えー あの水道解明の断面点層からです、ね、水道解明の厚みです、ね、約数ナノメートルの、はい、中間層を観察されました。この中間層はやっぱりです、ねえー、あの水道プレスによる影響だと思います。えー、このアモウスをためる人はです、ね、今まで,です、ね、我々が開発した成功技術を用いてためる人の成功,成,功成功は可能になります。うん これ同じくです、ね、接合した資料ですね700頭までですね電出処理を行いましたはい。電子処理をしたあの接合資料解明の断面手水はこちらに示されます、はい、電出処理なしの場合ですね接合解明ですねはい。あの薄い中間層はため層が換算されましたですけど電出処理温度の上昇容量ですね ため、はい、ストは薄くなって最用的に7 0 0 °になるです、ね、ほぼそれがその中間層を感覚、ね、されませんでしたこれはですねスそれにこれに対してですねダイヤモンドと,と,とですねレポート形状は非常に断ってますけどそれにそれでもですね 700°C ほどのデサンテ性を持つことがですね治療されました。 我々ですねあの、開発したダイヤモンドと石材料を接合する技術ですね、主に使用する用途は、パワーデバイス、はいえー、とメモスには、ね、一応考えておりますけど、えー、そうなるとですね、こういうような、はい、技術を用いてです、ね、高耐圧高周波、高電流動作、ですね高周波動作にも可能になります。もちろんその以外にも,外にもです、ね、集積なんか、あのはい。 あの太陽電池とかそういうようなデバイスにも応用は十分可能だと思います。今です、ね、地上からは向けた課題はいくつかあります,ですね。現在、我々は、ね、常温でダイヤモンドとシリコン、カルミソン、カルミノアキャラなどの大量とのは直接技術を、ね、開発をしましたです。しかしです、ね、地上かが必要な対面積ですね。はい これは4インチの接続はまだ未開析です。なのでですね、あのこれを制限するのはダイヤモンド基板の大きさです。今、竹芝ダイヤモンド基板ですね、えーはい、4インチは実現できています。今後ですね、接続解明の,、はい、あの熱抵抗値について、資源データを取得し、地上化で適用していく解明抵抗値の測定を、はい、設定を行っていきます。 あと地図側に向けたで,ですね、対面積の接合ができるような技術を確立する必要もあります。え、はい、あと企業様の方は期待ですけど、我々今見解決する対面積の接合についてはですね、接合装置の改造によりですね、はい、克服できると考えております。え、はい、あとはですね、ダイヤモンドと種材料の直接技術をですね、応用するようなですね、企業さんとの共同研究を希望しております。え、まだですね、 パワーデバイスとか電気装置の発令する小物企業さんや,やパワー装置ですね、ペアの展開を考えている企業さんにも本技術の導入は有効だと思います。あと本研究ですね、内容ですね、今年度ですね、n a ト o 先導研究プロ,プログラム、新産業創出新機術先導研究プログラムにです、ね、採択されましたです。えー あと本技術、ね、本気質に関する地図、はい、的な、はい、あの財産権ですね、こちらに示すとおりですね、もう一度です、ね、静かに,静かに進みです、はい。詳しいことですねお問い合わせは本学の、ねえー、本学の e r センターの、はい、山崎のところにお願いします、はい。以上、ご清聴ありがとうございました。